江崎陽一郎、江崎陽一郎は、日本の政治家、元衆議院議員。父は、通産省などを務めた、江崎き美元衆議院議員で、イボ兄の江崎哲間も、自民党衆議院議員である。1981年に、慶応義塾大学法学部政治学科卒業し、日本工業銀行に入校。1986年から米国ブルッキングス。 研究所客員研究員を経て、1996年に落下さんながら、元蔵省、藤井博久から中選挙区時代の地盤の一部を譲り受け新進党公認で第41回衆議院議員総選挙に出馬するも落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙、民主党公認で神奈川12区から出馬し54,237票を獲得。 前職、桜井育造の5万814票を抑え、初当選した。2002年12月25日に、熊谷博史佐藤雄らと共に、民主党を離党し、連立与党の一つである、保守新党へ参加を表明。民主党は、江崎の離党届を受理せず、除籍処分とした。2003年、選挙区事情から第43回衆議院議員総選挙の前に、 自民党へ移籍。小選挙区を桜井育造に譲り、比例南関東ブロック単独2位で当選。保守新党の元所属議員らが立ち上げた二階派ではなく、山崎派に入会する。2005年の第44回衆議院議員総選挙でも同じく、比例南関東ブロック単独2位で当選。2006年6月、佐藤ゆかり衆議院議員と神楽坂の フレンチレストランで会食していた模様を週刊新潮が不倫デートと報じた。佐藤は江崎の身体接触を散発的な不規則行為、不倫ではなくセクハラとテレビ番組やウェブサイトで反論し、後に江崎は離婚した。9月第1次安倍内閣で財務大臣政務官に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では順位を 大きく下げ比例南関東ブロック単独32位で立候補したが落選した。ありがとうございます。